皆さんこんにちは、斉藤マクセルです。今回は個人的にジェネシスに送ったら大活躍間違いなしのタマップの生物を4体紹介していきたいと思います。よかったら参考にしてみてくださいね。まずはこちらの生物から。リーパーキング。人の体内に卵を産みつけ繁殖する映画エイリアンがモチーフのもはや何でもありの生物。今回おすすめしたい理由はジェネシスから追加されたミッションの影響です。彼はこのように回収ミッションが得意。敵が多数向かってくる中、単身で切り抜けられ、周りを囲まれたとしてもお得意の回転攻撃でいとも簡単に脱出が可能。さらにスタミナが高く速さもあり、ジャンプまでできる。まさにこのミッションにはうってつけの生物と言えるでしょう。ギガノトサウルス。陸上の肉食恐竜では圧倒的な大きさを誇るアイランドから登場しているアークきっての最強生物。彼の強さはもはや言わずもがな。ジェネシスではブラッドストーカーで潜入するか生身で潜入するしかなかった問題をあっさり解決。彼一匹でマグマサウルスの巣を殲滅、卵を根こそぎ持ち帰ることができます。火球を食らいマグマに焼かれながらも向かっていく様はまさに正真正銘折り紙付きの化け物。もはやマグマサウルスの方がかわいそう。マグマサウルスの巣だけではなく、通常のミッションや護衛などでも大活躍できるため、ぜひとも連れて行きたい生物です。強すぎないか。ロックドレイク。放射線エリアの最奥に住む極彩色の羽が美しいトビトカゲのようなドラゴン。彼は滑空して空を飛ぶことができます。ジェネシスでは飛行生物が飛べないため、彼の重要度は極めて高いと言えます。また同じ移動生物のブラッドストーカーと比べて戦闘力が高く、さらに他の生物にもほとんど襲われないため、ジェネシスにおいて彼の方が優秀であると言えるでしょう。彼と一緒にジェネシスの各地を回ってみてください。今までには見れなかった景色が見られるかもしれません。ガチャ。名前の通りガチャガチャです。この子はご飯を食べさせることでクリスタルを生成します。その中身は個体によって違っており、まさにガチャという名にふさわしい生物です。今回おすすめするのはポリマーガチャです。ジェネシスではポリマーの入手経路があまりないため、ポリマーを生成できるガチャはまさにこのマップにふさわしいと言えるでしょう。あと余談ですが、この子は同性のガチャがいると落ち込む状態になり、クリスタルを作るスピードが落ちてしまうので、そこだけは気をつけてください。いかがだったでしょうか。今回紹介した4体の生物はいずれもジェネシスでは大いに活躍が期待できる生物なので、持っている方はぜひ連れてきてみてはいかがでしょうか。概要欄にリーパーキングのテイム方法やブラッドストーカーでロックドレイクの卵を盗みに行く動画などを貼っているので、よければそちらもチェックしていただけると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは運命が交差するときにまたお会いしましょう。バイバイ。